はい、はい、こんにちは。こんにちは。ドラフトな、今日もセカンドチャンネルが始まりました。さてさて、柳田さん、この帽子、この帽子かぶってるっていうことは、そうだよ、ドラフト会議だよな。なんか父母みたいになったような、そういうちょっと見てたような、なんかね、ちょっとドキドキしたりして、うん、見ましたが、うん、ね、以前にね、高校生のそうだなドラフト候補生かなっていう、うん、まあ、主に甲子園出た人なの中からそうピックアップしてお話しした回があったんですけど、そうそうそう、結果どうなったか、今回はドラフト1指名の人に絞ってピックアップしていきたいんですが、はい、まずセリーグ編ということで、うん、どうでした？でもドラフトをね、改めて見たら、ドラフトを思い出すな、やっぱり、うん、何年経っても。やっぱゆたかさんは、うん、その時は大学で待ってた、中央大学で待ってて、うん、で今みたいにさ記者会見がどうのこうのっていうような時代じゃなかったし、で1位しか放送なかったからさ、あ、そうなんだ、1位終わったら来年までさよならとか言われて、来年までさよなら、うん、ドラフト1位だけやって、うん、2位以下は放送されなかったわけよ。じゃあその2位以下っていうのは取材は来てるわけ。でも取材も来てなかったんじゃないかな。学校に、いや、それで、うん、まあ電話連絡で、うん、太陽が3位指名できましたよっていう電話なんだね、の報告をマネージャーから受けたという。よかったみたいなっていうより、多分豊さんあれだったよね、順位にちょっと納得いかない部分があった。納得いかないよ本当に。まあでもまあドラフト1位だから、その育成だから活躍度が全く違うっていうことじゃなくてね、まあその時の素質をね買われてドラフト1位になる。なんかでもドラフト1位っていうのはさ、うんうん、やっぱり球団のこうなんていうの、まあプライドというか、ドラフトスカウトのプライドを守らなきゃいけないとか、ドラフト1位ってやっぱ大変だと思うよ。うん、うん、でその1位になって背負うものがってこと。いや、そう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 、うんうん、まあちょっと発表していこうかね、うん、はいはい、うん、足なんか痛い、おばさんじゃないんだ。痛いな足が、はいはい、ではではまず今のね、はい、順位順になっているので、そう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 、まずはヤクルト、阪神、巨人ですね、ドン、はい、ドン、はい、山下光、はい、ね、法政大学、うん、なんか今年はねお名前にね、うん、振り仮名を振らなきゃいけない選手が多かった。そうだね、山下光、もうちょっと引いてもいいかな、僕らは。このぐらいかな、はいはい、はい、山下光、はい、投手、ゆたかさん斜めになるよ、はいはい、か、はい、はい、山下光、はい、ね、法政大学で、ピッチャー、左手じゃない、左投手、うん、思惑が一致してるよね。思惑、まあ、ヤクルトは左ピッチャーっていう、まあ今高橋奎二と田口、うん、まあ、他にもいるんだけどさ、なかなかこう上に上がってこれないというね、うん、でも山下っていうのは法政大学で、うん、まあ、150キロ以上投げるのかな、うん、スピード的にはね、うん、で肘の手術をしてるんだよ、でもそっから復活をしてるという、うん、まあ今さ、昔はさ左の肘を手術したら大丈夫かっていう懸念材料になったんだけど、うん、今はあ、やっといてくれたんだっていうような、そんな感じだからポジティブに捉えてね。なるほど、うん、だから非常にいいドラフト1位だったと思う。うん、うん、まあ、やっぱヤクルトは左投手が欲しいっていうところが、そう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 、もうありありだからね、うん、うん、だから高橋奎二伸びてきてるけど、おそらく先発で生かそうと思ってるはずなんだよね。で、まあ、昨年もドラフト2位で山野っていうのを左ピッチャー取ってるんだけど、どこの出身でしたっけ。高川ですよ。ね、ああ、東北福祉からね。ねえ、うん、だけどなんかこう活躍ができなかったから、うん、また左投手を取ったというね。ね、まあまあでもこれは思惑通りに、うん、なんか相思相愛みたいな、うん、そんな感じがするよね、ここはね。はい、はい、そして阪神、阪神、森木大地、そうね、投手、これだけ注目されていながら甲子園に一度も行けなかったっていう、ちょっと苦い経験が高校時代にあるというふうに本人も語っていますが、森木は外れ1位なんだよ。ね、ね、小園を外して森木が来たと、うん、で甲子園に出てないと、劣等感だよ。甲子園出てなくて本拠地が甲子園の阪神に入るっていう、いや、もうそうだね。でやっぱね、劣等感っていうのはさ、
ドラフト1位になってもね、いや小園の外れ1位かみたいな、同じ同級生のそういうのっていうのはね、絶対バネになる。ずっとやっぱそれはあるんでしょうね。いや、それでずっと付きまとうから、そういう話っていうのが、でもそれをこう超えてね、やっぱ甲子園で出てない、うん、まあちいちゃん言ったように、うん、あの甲子園本拠地にする、うん、だからなんかそれもちょっと運命的な気がするの。あのこじつけんなよ。いや、じゃあ言わない。いやいや、そう、まあそりゃそうだよね。いや本当にね、中学の時にすごい注目をされて脚光を浴びて、うん、それから高校3年間甲子園っていう舞台を踏めず、ね、うん、プロに指名されたら阪神の1位だったって。まあな、うん、なんか甲子園はここで来るべきだったんだな森木君はっていう感じがしていますよ。まあそうだね、うんうん、まあ甲子園で投げるのがね、やっぱ森木にとってはやっぱ夢の舞台だろうし、うん、でまあ高校、まあ、中学の時からもうあのなんていうの注目されてて、うん、まあ、阪神っていうのはやっぱマスコミがね取り巻く環境にあるから、うん、でもそういうことにも慣れてるかなという ね、まあ、そんな感じがするけども、はい、楽しみだな。まあそのなんていうの反骨精神をね、うん、ちょっと見たいよね。じゃあまた今度それが彼の成長につながるとどんなピッチャーになるんだろう。いや成長につながるよ ね、 ね、まあでもまあまっすぐも力強いしね、うん、だからそういう意味ではまっすぐで押せるような、うん、まあ一説によると藤川球児さん、うん、同じ高校あのコーチだよ ね、 そうね、のような投手を目指すと。もう本当それで、ね、阪神に入ったらもうそれしかないですよね。まあそりゃそうだね、うん、はいはい、はい、次巨人、こちらは太田選手ですね。太田大成、そう太田投手、うん、投手関西国際大学、うん、からのからの、まああのしなやかな感じなんだよね。で球速も150キロ以上投げてて、うん、まあそれでまあでも、うん、なんて言うんだろう、目立ってたのかな、うん、でももう巨人1位ね。そうだね、これも本当は外れてる、ね、そうですよね、外れ1位ということで、うん、そうだね、うん、だからあんまり情報がなくてさ、うん、ちょっとあれなんだけども、まああの投げ方をちょっと見たんだけどね、あのまだまだ伸びる要素があるという、うん、だからまあ例えば山下とか、うん、まあ、森木とかは結構早い段階で出てくるけど、うん、この太田っていうのはどうなのかなっていう、まだ伸びしろがあると思うんだよね。下半身の使い方っていうのがもう少し上手くなれば、非常にいい投手になるかなっていうふうに思ってるんだよね、うん、ただね、巨人が1位で指名するっていうことは何かこう光る彼の持ち味っていうものがあるんでしょうね。ないとダメだけどさ、ね、本当にここのとこドラフト1位が、うん、ピッチャーはあんまりパッとしないんだよね。うん、だからそれを、まあ、なんていうのそういうものを払拭してほしいと思うよね。うん、まあね、今あの巨人ピッチャー陣も結構、あ、そうそうそう、大チャンスだよ。大変みたいなのでね、あの大チャンスだよ、うん、チャンスはもらえると思うからね、うん、まあ、頑張ってほしいと思うよね。というようなね、3名です、はい、続きまして、はいはい、こんな感じでございますよ、ね、はい、黒原たぐみ選手、はい、こちらは左の当時関西学院大学、はい、まあ6月の選手権に出てんだよね。うん、ね、うん、で上武大に 0-1 で負けたんだけどさ、はい、うん、だから結構ね、その力で押すというよりもテクニックなんだよね、うん、なるほど、うん、テクニックでこうピッチでバッターをかわしていくという、うん、まあもちろんまっすぐに力もあるよ、あるけどもタイプ的にはそうだな、同じ広島の床田みたいな、あ、最近ね、そういう感じのピッチャーかな。うーん、ね、はい、広島で1位です。関西学院大学、はい、上武大学に負けた、そのあいた、あた、大丈夫ですか、下に上武大学そうそうそう、これ ね、もう中日がブライト・ケンタ、そう、もうね、ドラフトの前から1位で取るよっていうような話がね、これなんかさ、うん、立浪が取った方がいいんじゃないかっていうね。え、なんかね、立浪さんテレビでも言ってた、あ、言ってたの見たよ、うん、誰が注目ですかみたいな話した時に、いや、僕は上武大のブライト健太選手がみたいな、同じプロ野球ニュースをやっていて、うん、ねえ、まあ一緒になって
いやあの子良くないですかって見たことありますかって、うん、いや僕は実はホームラン見てるんだよね、うんうん、選手権で、うんうん、だから非常にセンター守ってて足も速いし身体能力が高いけど、うんうん、どうだろう中日に行ってでもやっぱちょっと打撃にね中日は課題があるとすれば、うん、やっぱりこういう長打力、ね、うん、のある選手が欲しかったのかなって言ってもう迷わず1位だったから、うん、で言われてた通りに1位単独だったもんね。そうそう、誰も競合しなくて。でもさ、でもよ、うん、まあ中日が打てない打てないって今シーズン苦しいんだじゃない、うん、いやその中でやっぱバッティング期待されてるわけでしょ、うん、でこの子も、まあ、バッティングには自信があると思うけど、うん、バンテリンドームで、うん、ホームランをポカポカ打つっていうのはなんていうの、ビシエドだってさホームランなかなか打てないんだから、そこでこう期待されてもこう困っちゃうよみたいないやそんなけ、いや、うん、やっぱりね狭い球場だと結構楽に振っても入るっていうのもあるから力みが取れるんだけどさ、あの球場を味方にしてまあ本拠地にして戦うってことになってくるとやっぱり力むよ、球飛ばないもん。うん、だからそこが心配で崩さないかと思って。なるほどね。うん、だけどそれも踏まえての立浪さんのお墨付きだから。いやまあもちろんね。うん、ちょっと期待はしている。いやいや打つ技術とかその今の段階では、うん、やっぱドラフト1位の価値はあると思うけどね。うんうん、でも実際ゲームが始まって、うん、あのスタンドに入れなきゃいけないというプレッシャーをあまり感じない方がいいよね、うん、だから言えば立浪が持ってる日本記録のツーベース、うん、480本ぐらい、うん、それを抜くぐらいでいいよ、うん、抜くのを目標に中距離ヒッターでいいから頑張ってほしいなと思う、うんうんうん、長距離いったら結構厳しいから、じゃあ長距離よりも中距離でコンスタンスに率を残すような、ああそう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 、それが一番いいよね。だからツーベースは常にもう、シーズン40本ぐらいでホームラン20本ぐらい、うん、ね、率は3割ぐらいを目指すぐらいの形でやってくれればさ、うん、あそこでホームラン を取るようなことがあったらすごいことだから、うん、ね、本当に、ね、うん、まあ、外野手だし足も速いのかな、身体能力が高いからね、うん、足も速いし、ね、守備範囲もそれなりにあるし肩も強いだろうし、うん、だからやっぱああいう広いグラウンドで、うん、外野の守備とか肩とか足とか、うん、そういうものが評価されると思うよね、はい、ちょっと楽しみ、はい、はい、こういう風にしてね全部1位が6球団中5球団が、うん、投手ということの外野手1位、はい、そうだね、はい、次 DeNA、はい、引き当てましたよ DeNA、やったねー小園これね、はい、高校生ドラフト1位っていうのは、うん、ピッチャーで、うん、結構DeNA は珍しいんだよね、うん、大体その大学での即戦力で、うん、左投手を取ってきてるんだよ、ずっと歴代ね、うん、でもここに来て高校生小園やっぱ大学を出たぐらいの力を感じるんだよ多分、うん、三浦監督は本当嬉しそうだった、うん、引き当てた時はちょっとインタビュー暗かったんだけどね。誰？小園。緊張してたのかな。それは一番にあると思うし。それとも阪神と競合してて甲子園行きたかったのかな。関西人だから。まあそこら辺はちょっと分かんないけど。いやだけど三浦もね奈良出身で関西人だから、うんうん、だから小園可愛がってくれると思うし。でもなんかさ三浦監督ねピッチャー出身だし、うん、そこの部分をなんかいろいろ教えてもらいたいって言ってたから。でもタイプが全然違う。でもまあまあでも、うん、まあまあね、うん、テクニックとかいろんなことを緩急をつけるのうまかったからね。そうそうそう、三浦はね関西人が横浜で生きていくそれとか。そう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 でも引き当てたね。いやもう本当ねどこ行くんだろうっていうふうに思う選手の一人だった、うん、そうだな、うん、で小園ってやっぱりこうまあいろんな高校生いるけども、うん、やっぱ超目玉だよ、うん、まあナンバーワンのピッチャーって言っても、まあ、まとまりとかねいろんなことがあって、まあ、小園がおそらくナンバーワンのピッチャーだとは思うんだけど、うんうん、じゃあ高卒で即戦力になるっていう感じのピッチャー。だから松坂大輔みたいになってくれたらいいな。おー怪物今なんて言うんだ令和は、うん、怪物じゃなくて怪物って平成とかさ昭和の怪物とかさいろんな怪物がいたじゃん、うん、
まあ令和でいいのかな。令和のもう怪物じゃないにしても、うん、何かは絶対異名はあるよね多分ね。まあまあそうだね、うん、まあでもこういうピッチャーがね、そうセ・リーグをまた沸かしてくれるという。そうです ね、はい、ということで、はい、こんな感じでね、はい、なりましたよ。なりましたよ、はい、ね、みんな期待してくださいね。はい、なんか今から楽しみです ね、まあ、ね、ドラフト1位ばっかりやってるけどさ、はい、まあ追って、うん、なんかねちょっと注目、我らが注目みたいな、うん、だからさ、コップでそこ見えない人の方見えない、はいはい、はい、まあこういう風になってます。はい、ということで、はい、これはセ・リーグのドラフト1位指名選手のピックアップしてみました、はい、次の動画はパ・リーグです、うん、はい、ま、パ・リーグはね、メインチャンネルでやるとね、あんまり回ってくれないんだよねでも、見てくださいね。はい、まあ皆さんはね、ドラフト見てどういう風な感想をお持ちになったかなっていうのがね、うん、また気になるので、よかったらコメントにください。はい、はい。